はい、こんにちは、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今日前半の題は、高市さんに応援依頼が殺到しすぎて、すでに石場と人気が逆転しているという、世にも奇妙なお話と、後半は日本保守党がかなりのスケールで選挙に打って出るということで、どうせならばベストセラーにちなんだ形で選挙されたらって話をします。 僕の喋りを聞いて目をつけ方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずは自民党のありすぎる話題から産経新聞より見出しがですね、自民高市さなのし反石場の旗頭か、衆院選で再始動応援依頼殺到、麻生茂木氏も接近ということで本番を抜粋して読んでいきましょう。 自民党の派閥パーティー収入不記載実験に関係した議員の公認問題をめぐり、石破首相に対する旧安倍派議員らの反発が強まる中、高市氏が反石破勢力の旗頭になる可能性がある。15日に公示される衆院選で高市氏は党内から応援依頼が殺到しており、全国を飛び回り、党内基盤固めを図る。ちょっと ちちょょっっとと確か総裁選の最中に高市では右すぎるのでこれでは選挙を戦えないとそんな声がありましたけれどもその高市早苗さんに応援依頼が殺到してるって <laughs> どんだけ目測誤ってんだよ全く意味が分かりませんと。で すでに120箇所を超えているという、ほ法うすげえ。え、高市氏の事務所関係者は応援依頼の多さに驚く。総裁選で高市を支援した議員だけでなく、林官房長官や河野太郎陣営だった議員からも依頼があるのだという、あのー、ちょっと入ってこわかんないって感じですよね。林吉正河野太郎って全然経路が違うじゃないの。いや、まあね、決選投票で高市さんに票を入れたんであれば、ね、まあまあまあってことなんでしょうけど、もうちょい切度ある態度を持って議員活動をやって、 欲しいわとで高橋氏は先月21日の総裁選で党員票トップで保守派人気を裏付けた推薦人20人のうち14人を占めた旧安倍派から期待は今さらに膨らんでいる正式に収支報告書に不記載が確認された旧安倍派などの議員に関し公認した場合でも比例代表との重複立候補を認めないなど厳しい対応を首相が決めたからだ 旧安倍派の中堅議員は政権を支えようと思ったがもう無理だと漏らした。これを聞いた鈴木正幸が違う違うそうじゃそうじゃないって言ったとかないとかいや言ってないと思いますけども今自民党内部では石橋首相のやり方に違う違うそうじゃないだろうとですね、演佐の声が渦巻いてると思います。そ <laughs> うで。主流派と非主流派のシン目が浮き彫りになった党内高市の出番が早くなるとお側近議員が呟いたえ。これは本当にそう思います。ご衆議持率がほとんどないまま 衆院選挙に突入したら、下手すると自公で半数取れないかもしれませんよ。そうなってくると、石破さんは今以上にぐらつきますから、高市用意しとけってね、麻生太郎の助言というのも現実味を帯びてくるはずですと。で、 決戦投票で高井氏を支持し首相とと距離があるる大物二人との連携もかれる俺も菅もう長くはなかった。石場も長くはないだろう。勉強はしなくていいから仲間を作れ。勉強しなきゃ英会話でもやってろ。<laughs> ちょっとまた来てませんけれども。面会した麻生太郎最高顧問から高市はこう助言された。深夜には周囲に今日スタートと考え頑張ると再起を誓った。翌日には総務会長を打診されたが、それを誇示し、自ら非主流の道を選んだ。まあでも今となった どちらが主流でどちらが非主流なのかよく分かんなくなってますよねこのままだと本当にマジで高市との2連ポスターがバン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 貼られていって逆に石橋首相との2連ポスターが敬遠されるかもしれませんまあ僕は自民党員じゃありませんのでそういったシュールな光景がちょっと楽しみではあるのですけれどもとで、えー、今月7日高市氏は国会議事堂内で茂木前幹事長を見つけ笑顔で歩み寄って握手を求め茂木氏は満面の笑みで応じた。 以前は距離があった二人、次を見据えて距離を縮めたようだ。また、工事の翌日には推薦人だった高取衆院議員が出馬する新潟国に応援入りする。高市側近は首相は敵を作ってばかりだ。高市氏が衆院選で敵味方なく応援に行けば仲間が増えると語っている。おしまい。 いてことで、えー、この記事、帳文につきところどころすとばしております。全文知りたい方は概要のリンクからご覧ください。で、えー、高橋さんの動きとして、おそらくまずは自分の支援者で、かつですね、裏金問題が発生して、比例重複立候補ができない議員からですね、応援に行くだろうと思われます。工事日の翌日、高取議員の地元に行くのもですね、高取氏自身が裏金問題の対象であるというのがその理由だと思われますので、一方で、 よくわからんのが、平沢勝英さんとかね、あの辺の人でして、石破さんに聞こえたらですね、足げにされてしまいまして、誰に応援頼んだらいいのか、人を見る目がないっていうのですね、こういう人だと思いますと。あと、稲田智美とかね、あの辺もちょっとポンコチっそうになってますよね。なんでも自民党内には女性局とは別にですね、議員連盟で女性議員飛躍の会っていうのがあるそうでして、そこを通して稲田智美らがですね、森山幹事長と会談しまして、次期衆院選で比例代表単独の女性候補を名簿の最上位で処遇すること こととなどを提言したとまあそんなことをね書いてあったんですけどもただですね森山幹事長は慎重な姿勢を崩さなかったということでいやほんと稲田さんってよくわからん人だよねだってそもそも一番内閣って近年まに見る女性の登用の少なさで女性大臣は2名でしょそして党4役でも全部男性女性をなんとかするっていう意味ではですね一番遠い存在ですしなんだったらば高市首相でやっていたらですね土井孝子みたいな感じのレイヤー版のバドナ旋風が吹いていたかもしれないというのでなんかもういまいち今に今さんく 僕の中ではピンときませんそれと僕ちょっと気になっているのはですね統計取ったわけではないのでこれ観客なんでねあれですけれども読売朝日産経毎日ここに日経を加えてもいいのですがあ石破内閣を褒めせずそういったメディアが見当たらないんですよね。 本来であれば、産経あるいは読売あたりがですね、政権発足当初であればですね、割と政府に楽観的な記事を書くのですが、菅内閣、北内閣と比べても、ちょっとないくらいの冷たい感じで、論調が厳しい感じ。かといって、毎日朝日を読んでもですね、いつも通りの平ン平常運転で、こちらも厳しめの論調でございまして、ハネムーン期間がゼロでございます。いやー、しかし、石破さんの国民的人気というのは一体どこに行っちゃったのか、今や高市さんと人気が逆転、困ったもんでございますと。 さて、お次、個人的には度疑問を抜かれた日本保守党のスタートダッシュのお話を、よろずより見出しがですね、日本保守党、百田直樹代表は、比例近畿ブロック3位、理由問われ、次の質問どうぞ、とボケる。衆院選で30人擁立へ、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。政治団体日本保守党は8日、都内で開いた会見で、衆院選に30人を擁立する方針を明らかにした。えーマジ。 嘘でしょ !30 人も擁立するとはかなりスケールでかい話だ。でもこの人数に至る経緯、実は伏線があったんですけども、聞けばなるほどって感じなんですけどもね、その詳細は後ほどに一旦記事に戻りますと。で、選挙区では愛知一区に共同代表の河村隆名古屋市長ほか、同3区、4区、5区に計4人を出馬。比例代表では北海道、北関東、東京、南関東、東海、近畿の各ブロックに計26人を擁立した。まあ、愛知に関しては 当然河村さんのの日本がが鍵となってきますが僕個人の見解を言えば割と手堅くまとめてきたのと、まあ、そんな風に思いますとで代表の百田氏は比例代表近畿ブロック3位事務総長の有本氏は比例東京ブロック1位となった記者団からは保守党の代表でありながら名簿順位が3位の理由を問われた百田氏は次の質問どうぞとボケて笑いを誘った <laughs> そういえば国民的人気があると言われ続けた河野太郎は今どこで何をしてんでしょうか気球の行方は気 に聞いてとそれをちょっとオマージュさせてもらって河野の行方は河野に聞いてと <laughs> そんな感じなんでしょうかとで、えー、百田氏は1位と思っとったんですけどと有本氏に尋ねコントやってる場合じゃないと突っ込まれる場面もあった、えー、百田氏はいろいろあって簡単に言うのは難しい素晴らしい候補者がたくさんいる私たちは限られたブロックの中で私は近畿ですけどもどういう順番にしていくかということは執行部で相当しっかり考えましたと述べた、えー、その後有本氏は本人は言わないですけど百田直樹は 今年に入りまして、二度腎臓癌の手術をしております。そのあたりを含めて、受診した結果と体調面を考慮と説明。そういえば何回か入院されてましたよね。の割には炎天下で演説をぶつなど、精力的に活動していて、ぱっと見体調面は分かりませんよね。元気なおじさんでございます。あ <laughs> とで、近畿ブロック名簿1位は、国際政治学者で福井県立大学の名誉教授、島田洋一氏。 有本氏は大阪出身で国際政治に非常に明るい、拉致問題も非常にしてきた。近畿ブロックで出てもらうのにふさわしい人と強調した。東京中国補選に続く国政への挑戦。有本氏は近畿ブロックで3人通ればもちろん可能性としてはある。初めて総選挙を戦いますので票読みはできない。どうなるかわからない中で熟度した結果、こういった名簿順になったと話した。あ、しまい。 ということで、僕は前々から言ってますが、この日本保守党というのはですね、設立1年程度のベンチャー政党、いろいろ問題抱えてますけども、ベンチャー企業で成果を出す社長というのは、大体ぶっ飛んだ人が多いですからね、多少のことは気にしない、若チ子若チ子でね、僕はいいと個人的には思ってるんですけども、前の動画でも言いましたけども、自民党の総裁選の行方次第では、保守党ちょっとやばいかもよと、SNS を見る限り、高市さんの支持者と保守党の支持者が、だいぶね、被ってる部分があったもんで、つまり高市氏が自民党の 首相にななるととそれとの差別化が分かりりづらくなりますもんでマーケティング的な視点において非常に悩ましいと見ていたのですが結果は予想外にもせん高市でもなければ小泉市でもなく左スト濃いめの石破首相になっちゃったので保守党とししては何もせずに差別化が維持されましたこの状況は実は令和にも言えるのですけれども、まあ、野党第一党の立憲が若干星寄りにスライドしたことによって左のスペースに余裕が生まれて今回の自民党と立憲のトップが変わったことによって漁夫の利を得たの 保守党とと令和新選組じゃななかかろうかと僕はそんな風に見ておりますで、前置きが長くなってしまいましたけれども、今回の衆院選において、日本保守党が30人も擁立しまして、僕は正直驚きました。え、30人もと。しかもですね、そのうちの26人は比例ブロッカーが出るということで、供託金かける600万円で、ざっと1億5600万円ですよ。さらにそこにですね、小選挙区の4人を加えると、グランドトータル1億6800万円。どいらいお金を突っ込んでます。もちろん個人 ももねあるんだろうとは思いますけれどもとでですね、ちょっと都知事選まで時間を巻き戻してほしいんですけども、あの頃、百田氏が都知事選への立候補をです、ね、見送ると言いましたよね。で、その理由の一つに、選挙には金がかかんねんと、まあ、そんなことをね言ったかと思われますけれども、その言葉が上げ足を取られてしまい、保守党は頭皮が潤沢にあるくせに、都知事選に出ないとは、どんだけ金の傍者なんだと、ケチくさい男だなと、まあ、そんな激しい言葉がネット上では飛んでおりましたけれども、ご存知の方、大勢いらっしゃるかと思いますけれども、都知事選のちょっと手 6月3日に、私やさやん。 百田さんのニコニコチャンネルに出演しまして、その時ですね、出演前の楽屋でですね、二人で弁当を食べてたんですよ、百田さんとね。で、その時百田さんが、都知事選には候補を出さないと。なぜならば、次来る衆院選に全力を注ぎたいから、周りはいろんなことを言うけれども、先を見据えた作戦だと、僕に向かって言ってました。だから僕も、都知事選ね、誰か候補を出さないんですかってね、喉の,のここまで出かかっていたものをですね、ぐっと飲み込んで引っ込めました。なので、都知事選で候補を立てんとは何事だ守党って思った人は、 そ,ですね、それは今回30人を擁立するがための伏線であり作戦だったとちなみにですけれども都知事選あれだけ乱立しちゃいますとねもう序盤から小池蓮舫石丸のこの3人だけがですね情報優位に立っていてねスポットライトを浴び続けてねそれ以外はですね露出が少なく出馬していたとしてもですね埋もれていた可能性がありました 4番手、5番手のですね、田上氏、あるいは、安野氏でさえですね、メディアの広告換算で見たら、コスパ悪かったかと思います。出馬費用に比べたらね。で、それから、この問題は近代になっているのかどうかわかりませんけども、皿の神になんとやらとね、そんな形でオブラートに包まれているのがですね、飯山明氏の出馬の件についてですよね。僕は保守党員ではありませんし、飯山さんからね、X でブロックされている立場なもんですからね。だからその辺ね、気軽なくお話しさせていただきますと、えー、確か東京中国補欠選挙、あれが終わった直後です。飯山さんは、地元新 にに挨拶りりをしなかったというふうに聞いう聞ておりますでその理由は翼の党のあれによる PTSD 発症ということでまあ療養のためというふうに聞いておりましたただ飯山さんは昨日だったかな自身の YouTube チャンネルにおいて PTSD はあるにはあったんだけどもそれは問題の2番目で1番目の問題は百田さんと選挙期間に口論したと言ってましてまあお互い人間ですからねそういったこともあったんでしょうただ一周回ってそうなると選挙直後に体は動けたんですかと。 動けたんであればお世話になった地獄の支援者に対して挨拶回りくらいはしていかないとと真相よく分かりませんけどもそのあたりのお互いの底からですね関係がこじれていったのではなかろうかというふうに思いますあと僕がもう一つ気になったのが飯山さんが一時ですね保守党の外交アドバイザーとなってましてそこは結構不安だったんですよね飯山さんは中東政策においてかなりイスラエルに寄った考えのを持ってる方でしてまあそれ自体はですね学者としてのポリシーもあるでしょうから全然僕はいいと思うんですよただ問題は 保守党のエネルギー政策を見てみますとね再エネ系特に太陽光そして風力は廃止の方向でその代わりにですね火力発電技術の有効活用を推進するという風に謳っております僕はこの方向性というのはですね地熱が入ってないのはちょっと寂しいんですけどもまお、あ、むね賛成の立場ですただですね 火力を推進するということは、石油や LNG の依存度を高める政策ですよね。で、そうなってきますと、今日本の石油の9割はですね、中東から輸入してるわけですよ。しかもですね、中東全域から輸入してるということではなくて、輸入先はですね、サウジアラビア、UAE、カタール、オーマーン、クウェート、バーレーン、 この6カ国がほぼ全てとなります。で、この6カ国というのはですね、湾岸協力会議、これ通称 GCC と言いますけども、そこの組織を結成しておりまして、この GCC という組織体が、実はイスラエルを強めに非難しております。なもんで、日本がイスラエルに過剰に肩入れすると、日本の石油のエネルギーの9割を依存する GCC との取引が危うくなります。この辺の詳しい事情はですね、昨年10月の僕のライブで説明していますもんで、ご興味ある方はご覧いただければと思うのですが、話 なし、要約しますと、現状のまま火力を推進するならば、中東政策は中立を維持する必要が出てくるでしょう。岸田政策は G7 の中で唯一イスラエルに曖昧なスタンスを取っていたのも、おそらくはこれが理由でしょう。なので、保守党がイスラエルとそれからですね、石油輸入の問題をワンパッケージにした中東政策をどんな風に描いていくのか、僕はその点だけは少し気になっております。あとはまあ、百田さんはニコニコの方でも提案いたしましたけれども、サイネ付加金永永遠遠ののゼロ外国人賛成権永遠のゼロ議員の 永遠のゼロ。星とは3つの永遠のゼロを実行しますみたいな感じの真面目なんだけれども、笑えるスローガン、百田さんのこれ1000倍特許じゃないですか、作家さんとしてね。ぜひやってくださいよということで、今日も話がなくなりましたんで、これ下にして、最後はほっこりのぞけで締めたいと思います。永遠のゼロと書きまして、ギリ人情の世界と解きます。その心は、最後はお礼しましょう。<laughs> なんか最近、事務所の壁の一部がですねピンク色に変色してきまして多分、雨水かなんかが染み込んで壁の裏側はビ生えてるんじゃないかなとそんな風に思うのですが困ったもんですよねということで本日も面白かったためになったらです、ね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで